呂音楽史は、フランスの画界ドゥアールマネが1862年に制作した絵画。本作品は、流しのバイオリンビキを中心に、赤ん坊を抱くジプシーの少女、街の少年たち、不老者風の男、ユダヤ人の老人を描いている。呂音楽史の演奏を聴くために、人々が集まっている場面ではあるが、明確な物語性には欠けている。 人物相互の心理的な交流も見られず、各人物の視線はバラバラで孤立している。真似は本作品の下敷きとして多くの作品を参照したと考えられている。人物を並べる全体の構成については、ディエゴ・ベラスケスのバッカスの勝利を参照したと考えられる。画面の左上にブドウの葉を描いている点、右上に帽子をかぶった男を排している点も共通している。 ただし、マネは、ベラスケスの原作を見ておらず、セレスタン・ナントゥイユによる、複製リトグラフを参考にしたと考えられる。マネは、エミール・ゾラの肖像の中にも、バッカスの勝利を書き込んでいる。同時に、ルナン兄弟の、笛を吹く、老僧者も参照したと考えられる。特に、笛を吹く、老人、二人の男の子、少女の姿は、本作品への影響が見られる。当時、 マネの知り合いであるレアリスムの批評家シャンフルーリが、ルナン兄弟の再評価を進めており、マネはそのこともあって、ルナン兄弟への関心を持っていたと考えられる。マネが見たのは、原作ではなく、シャルル・ブラン編、全流派が人伝の中の複製図版と考えられる。画面左の白い服の少年は、アントワーヌ・バトーのピエロをモデルにしていると考えられる。マネの制作当時、 この作品は、イシラカーズのコレクションにあり、ガゼットでボザール氏で差し絵と共に紹介された。左端で赤子を抱く少女は、アンディ・ギオーム・シュレジンゲルの、さらわれた子供の右端の少女であると指摘されている。この作品は、1861年のサロンド・パリに出展され、同年、マガザン・ピトレスク氏に複製図版が掲載された。バイオリン弾きは、 バティニョール地区に住んでいたジップシーの棟梁で、手回しオルガン弾きのジャンラグレーヌをモデルにしてマネが描いたことが写真によって確認されている。その姿については、ルナン兄弟の笛を吹く、老僧社の他に、ストア派の哲学者クルシッポスをかたどった、ルーブル美術館のヘレニズム彫刻のポーズに基づいていることがわかっている。マネは、この彫刻を本作品のバイオリン弾きと同じ向きで、 描いたデッサンを残している。画面右のシルクハットを被った男は、マネ自身が1859年のサロンに提出し、落選したアブさんを飲む男と全く同じである。右端の人物は、マネが手帳に、白髭の老ユダヤ人と手帳に書き留めていたげるという人物であるとされる。このように、本作品は過去と同時代の絵画彫刻を参照しながら、 パリ州演部の場面を再構成したアッサンブラージュの手法を用いたものと評されている。マネは1861年からギュイオ通りにアトリエを構えていた。そのすぐ近くには小ポーランド地区という貧民街があったが、ジョルジュオスマンによるパリ改造によって古くからの家屋が取り壊され、大通りが建設されていった。1860年代初頭のマネの作品には、 小ポーランド地区やバティニョール地区のバスへで生活する人々を描くものが多い。本作品はそうした人々を大画面に描いた集大成の作品であるとされる。流しの音楽師やジプシーの少女、不老者、酔っ払いなどは真似がアトリエの近くで実際に目にしていた人々であると思われる。真似は感傷的になることなくパリの現実を冷徹に描いている。 デュランイコールデュエルガローが少なくとも1904年までの一時期所有していたが、その後パリ、ウィーン、ロンドンの所有者やガローを転々とし、1930年、ニューヨークのチェスターデールが購入した。1963年、ナショナルギャラリーに寄贈された。ありがとうございます。